ようこそ。これから運転の仕方を説明します。画面表示の見方から説明します。これが速度メーター。現在の速度を表示します。速度制限標識があるとこのような表示が画面に出ます。これ以上のスピードは出さないよう運転してください。これがマスコンレベル。マスコンを操作して電車のスピードを調整します。レベルが高いほどスピードが出ます。これがブレーキレベル。ブレーキを操作して電車のスピードを落とします。レベルが高いほどブレーキが強くかかります。非常ブレーキを使うような運転は避けてね。乗客を危険な目に遭わせてしまいます。非常ブレーキを使うと減点されます。これは得点。上手にプレイするとチェインといって得点が連鎖します。例えば停止グッドは得点が5点入るんだけど、その後失敗せずにまた停止グッドを取れば10点に。15、20、25と失敗せずいいプレーをするほどどんどん点数が上がっていくから頑張ってね。これは乗客の満足度。違反するごとにどんどん減ってっちゃいます。ゼロになったら運転終了になるので気をつけて運転してね。これが距離メーターです。停止位置までの距離や駅を通過するまでの距離、停通ポイント、停速ポイントまでの距離を表示します。アライブは到着時刻、ナウが現在の時刻です。できるだけ到着時刻ぴったりに次の駅に行けるよう頑張ろう。これがナビです。ナビを見ればこの先に現れる信号や標識などの運転指示が前もってわかります。指示に従って電車を運転してください。良い運転、悪い運転をすると、その内容がここに表示されます。ここに表示された違反行為をしないように気をつけて運転をしてください。では、実際に運転してみましょう。車内信号が点灯したら出発です。車内信号が点灯しました。ブレーキを解除してください。ブレーキを解除したらマスコンのレベルを上げて電車を発進させてください。そうそう、その調子。信号。ご乗車ありがとうございます。環状線内回り5分。運転速度の目安は70キロ。減速、注意、警戒信号では速度が制限されます。指示されたスピードまで減速してください。信号の場所までに速度制限のスピードまで減速してください。合わせてそろそろスピードを落とし始めてください。ーチ以外で止まってはいけません。この地点で30キロくらいになるのを目安に減速しましょう。合格範囲まであと少しです。合格範囲の中で停車してください。停車、停着。運転乗務、張り切って頑張ってね。電車の運転の仕方、わかりましたか？これで入門ダイヤを終了します。お疲れ様でした。